いや実際コンビニの弁当美味しいからね、はいはい、うん、まあ僕はもう何年も食べてないけども、はい、うん、やっぱもう最近すごいよね、その、うん、美味しくする技術っていうのがさ、もう特にあるコンビニなんかは本当に美味しいと思うよね、はい、うん、すごいなと思うよ。僕スイーツが好きだからさ、はい、たまにスイーツ食べるけどもやっぱすごいなと思うよね。へえ、うん、あとやっぱ気をつけなければならないのはね、あとは油っていうのも気をつけなきゃいけないよね。油です、油、はい、トランス脂肪酸だよね。あ、だからスーパーの安い油は絶対に使わないっていうね。はいはいはい、おサラダ油とかそういうやつです。名前言っていいのか知らないけどね、はいはいはい、だからその安い油は絶対に取らない、もうトランス脂肪酸だからさ、はいはいはい、あ、脳がおかしくなってくるね。あ、そうなんですね、まあ、いろんなところに弊害出てくるけどもね。へえ、やっぱ油ね、やっぱいいのを使った方がいいよ。あ、っていうかね、はい、もう卵焼き作っただけでもね、はい、油変えるだけで味が全然違うんだから。もう全然違う、やっぱ油はね、やっぱいいやつ取んなきゃダメだよね。ちなみに大王どんな油を使ってる？僕ね、これ名前言っていいのかな、これ名前言ったらまた注文が殺到してさ、波動の塩みたいに注文が殺到して、あ、クレームが来ちゃう。そうそう、僕が使ってるなんか素材とかは、素材とか、あ、僕が使ってるのはやっぱ熊本なんだよね、はい、熊本のね、堀内油っていうところのね、油を使ってるんだけども、はい、僕はここの油が一番好きだな。あ、美味しいってことですね。美味しいね。もう卵焼き焼いただけでも美味しいから。なんか何から抽出？僕ね、ここの油ね、すごく好きなんだよ、ね、大好きな香りされてますね。大好きなんだ、はい、この油は、はい、で卵焼き焼くときはね、はい、焦がしニンニクが入ったあの、うん、油があるんですよ。あ、その堀内油さんの中でもいろんなタイプの油があるんですか？そうそう、いろんなタイプの油があってね、はいはい、その中の焦がしニンニクが入った、うん、油があるんだけども、はい、僕はね、これが大好きでね、はい、これ多分堀内油さん多分見ると思うけどね、はい、でかいの作ってほしいんでね、小瓶しかないんだよね。小瓶しかないんですね。小瓶しかないんで、あ、堀内油さんぜひお願いします。だからスーパーで買うより高いよ、はいはいはい、スーパーで高いより買う高いけども、はい、やっぱり美味しいし、やっぱ体にはいいし、はい、もう最高だよね。最高ですね。僕はもうあそこの油が大好き。はいはいはい、はい、で別にお金もらってるわけでもないけどね、はい、うん、会ったこともないけどさ。そうですね、だから僕はあそこの油がすごく好き。ああ、そうですね、うん、だから本当にそのスーパーでね、そのまあスーパーでもね、やっぱこだわったスーパーとかでいい油置いてると思うけど、うん、やっぱりその安いやつだよね。うんうん、安いやつはやっぱ使わない方がいいよね。うんうん、そうですね。で、油って本当に問題だよ。ああ、そうなんですね。だからこのトランス脂肪酸っていうのは、まあ、検索したらいっぱい出てくるから、はい、このトランス脂肪酸ってどういうね、体に弊害が出てくるのかっていうちょっと調べてみてほしいよね。はいはいはい、そうですね、うん、トランス脂肪酸を摂取しないようにっていうのだけ気をつけないといけないですね。そう、だから安い油だよね。安い油ですね、うん、で、あれですよね、いろんなファーストフードとか、うん、コンビニの弁当だとか。そうだね、そういうのやっぱ遺伝子組み換え、まあもちろんね、もう多分もう本当日本っていう国は多分もう本当ダントツぶっちぎりナンバーワンだろうね。え、そういうのが多いってことですか？多いよね。はあ、なんかもう防腐剤にまみれてるしさ、はい、本当にもう防腐剤と遺伝子組み換えでね、もう本当これからの食文化って一体どうなっていくのかなっていうね。ちなみに防腐剤もいけないんですよ。もちろん。どういう、もちろん、どういった点でいけないんですよ。いやー、もうね、これまあ見てる人、はい、ね、防腐剤とかもう外食とかするとさ、はい、やっぱりもう食中毒出したら大変ですよ。大変です、大変です。それはコンビニ弁当だって聞いたことないでしょ。コンビニ弁当で食中毒なんて。確かに聞いたことないですね。でも絶対ないんだ。ないですね。絶対ないんだ。え、ないのはその防腐剤が入ってるからってことですか？いや、ね、防腐剤不使用なんてさ、なんか言ってるところもあるけども、はい、結局これは法の網をね、いろいろくぐってさ、はい、もういろんなものをね、その防腐剤ゼロとか言ってるけども、はい、やっぱりそう、なんかうまいことや、からくりを使ってさ、なんかやってるわけだよ。だから食中毒聞いたことないよ。確かにそうですね、うん、聞いたことないっていうのはやっぱりそれはからくりがあるわけだよね。防腐剤体に入るとどんな悪さをするんですか？あのね、はい、朝起きた時にね、はい、やっぱりね、僕のやってるゴールデンルーティーンっていうのはね、はい、朝起きるじゃない、はいはいはい、もう朝起きたら膀胱破裂寸前ですよ、うん、朝から破裂寸前なんですね。膀胱破裂寸前、いや、もうこれもう75億人みんなそうでしょ。朝起きたらもう膀胱破裂寸前だから。むしろ膀胱がきっかけで起きる時ありますもんね。そうそうそう。でもそれが多分それが健康のバロメーターなんじゃない？そうですね、そうですね。でトイレ行くじゃない、はい、でトイレ行ったらもう僕はもう絶対トイレ掃除しないでは出てこないから、うん、これは僕の、うん、これはでも習慣だからもうなんか、うん、もう当たり前にやってるけども。そうですね、まあ、トイレ行って、うん、まあ、トイレ掃除する、うん、トイレ掃除したらその次は絶対的にうがいをするんだよね。
うがいです、うがいする。何故です、それ。それは寝てる時って唾液が出てないさ、はいはい、唾液が出てなくて、で口の中からね、うん、あのその防腐剤は何なのかから入ってるね、発がん物質のね、ホルムアルヒデヒドっていうのがさ、こう口の中に出てきてんだよね。うわ、体は逃がそうとするんですよ。逃がそうとしてるのは、これはあの歯医者から聞いたんだけどね。あ、そうなんですよ、だからまず朝起きたらうがいしろって言われて、はいはいはい、はい、だからそのホルムアルデヒドをさ、はい、出さなきゃいけないから。ああ、そういうことですよね。だから朝起きたらもう絶対そのもうすぐうがいし、うんうんうん、するで、うがいして、あともベロ掃除だよね、うん、あ、ベロ掃除だからね、こうなんかあるんだよね、こう U の字になってさ、はい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 、僕はドクタータンってやつを使って、ドクタータン、ベーベー、ドクタータンです。そうするとさ、毎日やってんのにさ、はい、朝起きるとさ、もうその、はい、もうあれ食べたものでね、全然違うね。え、そうなんですよ。結構ジャンクフード食べるとめっちゃ出てくるね。あ、あの白いやつです。白いやつがいっぱい出てくるね。あ、そうなんですね。 それで、はい、朝はでキパワーソルトを 2g 飲むんだよ、熱湯で。あ、熱湯で溶かして。そうだけど、その熱湯で溶かすのも、はい、ポットじゃ絶対沸かさない。うん、必ず火を使って。ああ、なるほど。もう火のエネルギーを入れて、はい、で 200cc2g 入れて飲むっていうのが僕の朝のルーティーンだね、はい、ああ、そうなんですね、うん、やっぱりその電子ポットを使うと、うん、そっちも電磁波が、もちろんそうですよね、電気だからね。水の中に火を使って沸かしたお湯で飲んだ方が体には絶対的にいい、はい、わあ、そうなんですね。そう、もう便利だからっていう理由で、もう日常に溢れてるじゃないですか。そうだね、はい、だけどやっぱりそれしてからね、随分体調が変わったよね。あ、本当ですよ、うん、まあこれやるだけでね、あのやっぱり37度にしなきゃいけないから。あ、体温ですよね。平熱は。そうですよね。平熱は37度に、うん、うんうんうん、これだけで随分変わってくるよ。やっぱさ、僕講演会とか言ってもさ、よく握手してくださいって言われてさ、はい、握手するけどもさ、まあ女性の方ばっかりだから、はい、もう本当に冷えてる方がめちゃくちゃ多いよ。もう35度前半っていう人が本当に多いから、びっくりするな。なんであの女性の方が冷え性多いんですか。もうこれは女性特有の病気だからしょうがない、ね、あ、そうなんですよ。女性特有のものだよね。あ、そうなんですね、上げていかないとですね。いや、絶対もう、だけどみんなそれが当たり前と思ってるからね。あ、そうですね。だからもうそれが、だからあと寝起きっていうのが本当に大切なんだよ、健康において。あ、え、どういうことですか。だから寝起きの体調の、寝起きの体調が一つのバロメーターだから。あ、だから皆さんは起きた時に、はい、しんどいのが当たり前って思ってるわけ、うん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 、だから起きた時に30分40分起きれませんっていう人が、うんうんうん、それが当たり前と思って勘違いしてるわけ。あ、確かに二度寝するのが当たり前みたいな。そんなのね、全然当たり前じゃないから。もう朝起きたらもう目がパッと覚めた瞬間、はい、もうテンションマックス、朝起きたらふう言うんですよ。言う、朝起きた瞬間に。それはもう朝パッと目が覚めたら、はい、まず笑うからね。笑うんですよ。僕が決めてるのは一日のスタートは絶対笑い気でスタートするって。あ、そうなんですね。全然面白くないよ、はい、全然面白くないけど、ね、笑う大切だ。宇宙に何を投げかけるかだからさ。あ、なるほど。やっぱ僕はやっぱ笑いに包まれた人生を送りたいから、はい、やっぱりそのためには自分が笑いを投げかけていかなきゃいけないでしょ。そうですね、誰も笑わせてくれないから。そうですね、だから自ら積極的に笑いを投げかけていくっていうね。うわ、すごい。じゃ あの自分の人生はこうしたいっていうものがあったら、うん、朝一番にそれをしていった方がいい。あ、別に朝一番とするというか、はい、やっぱりやっぱスタートって大事だよ。だと思います。あのね、スタートとゴールっていうのは大切だよ、うんうん、だから朝起きた瞬間にって笑うんだよ、パッて目が起きた瞬間ににって笑うの。あ、あはははみたいな感じじゃなくて、にの方でにって笑う。あ、よかったよかった。いや別に一人だったらさ、別に声出したっていいだろうし、はいはい、それはもうその人の好き好きだからいいけどさ、はい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 、朝起きたら笑う。だから一日のスタートは絶対笑いでスタートするって。あと1日の、ね、終わりっていうのも、はい、電気消して布団に入った時に、うん、いや今日もすげえ楽しい1日だったなって絶対口で言う、うん、あ、口で言うんですね。あ、もう思うだけじゃない、やっぱ口出して言わないと。それあとは感謝だよね、はいはい、うん、だから今日もすげえ1日、すげえ楽しい1日でしたって、うんうん、本当にありがとうございましたっていうのを手を合わせて感謝して寝るんだよね。はい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 、はい、うん、だから1日のスタートは、はい、だから今日もね、目が覚めました、神様ありがとう、守護霊様ありがとうみたいな、ご先祖の皆様ありがとう、今日も最高ですみたいな感じで、はい、飛び起きて、はい、トイレ行くわけよ、ほんでうっさん御様に感謝して、はい、トイレ掃除して、はい、うわもう今日も最高ですみたいな、うんうんうん、で、まあ、うがいして、はいはいはい、っていう、まあ、朝 の, そのだから僕の中のルーティーンだよね。あ、そうなんですね。習慣だよね。
なんかでもそのルーティーンで起きたらなんかテンションマックスで生きられそうな感じがします、一日を。いやもうやっぱりその日一日っていうのはやっぱその朝、はい、朝の具合でやっぱりその日一日っていうのが決まるからね、うん、そうですね、だからやっぱりその感謝とともに起き、はい、そしてもう感謝して終わるっていうのがやっぱり、はいはいはい、それは僕のルーティーンだよね。あ、最高ですね、うん、やっぱこれはすごく大切なことだと思うね、はいはい。